それではいきます、聞いてください、星と獣。空で編んだ色の交わりを、君はどんな気持ちで見つめているのだろう。いつか道が分かれようと恐れなくて愛しいってる僕たちが分け合う日々の思いは決して消えはしない。星を胸に託して神話となれ、生き抜く者に祝福を。深い青の向こうできらめいた明日をこの手に。北谷さん、素敵な歌のプレゼントありがとうございます。ありがとうございます。北谷さんの分も持ってきましたのでぜひつけましょう。出た、皆さん、あのブレーザーブレスをつけてきてくださったということは、もしかしてまた皆さんであの変身シーンを見せていただけるということでしょうか。はい、ありがとうございます。制作発表の時はね、ちょっと向きが逆だったりとかいろいろねあったかと思うんですけど、安信大丈夫だな、ちゃんとつけました。どうでしょう、京子さん大丈夫だな、これでいいですか。頼むぞ。あれからね約半年以上経っているということで、今日のね変身シーンはとってもかっこよく決めてくれるんじゃないかと思い、とても楽しみです。ああ何も見えなかったな。何も見てない。北谷さん、君たちは何も見て、はい、じゃあ僕らは一緒に一緒に、はい、変身しましょう。大変ですね、まあ、もうハプニングですよ。いろいろあります。じゃあぜひ副隊長と一緒に北谷さん、はい、変身していただけたらと思います。もうちょっと、もうちょっと、じゃあちょっと皆さんでウルトラチャージ届けてみましょうか。お願いします。ご協力お願いしてもいいですか。胸に手を当てていただいて大きな声でウルトラチャージいきますよ。はい、胸に手を当てていただいてパワーをたくさん込めていきますよ。ウルトラチャージ届け、もう少し届け届け、頑張れ。ありがとうございます。ありがとう、みんなのウルトラチャージが来ました。皆さんのおかげで、はい、ありがとうございます。つながありがとうございます。ありがとうございます。恐縮でございます。では、はい、準備が整ったようですのでご披露いただきたいと思います。わらびのさん、お願いします。俺が行く。いや、みんな行くぞ。せーの、俺たちが行く。どうかどうか。何の笑いだ。本作のキャッチコピー、俺たちが行くのご昭和にこうしてウルトラマンブレーザーも登場です。今一度大きな拍手をお願いいたします。